豊かの国ク大は、新潟県新潟市中央区出身、時津風部屋に所属していた、元大相撲力士。本名は、南大地。身長181センチメートル、体重150キログラム。最高位は東重量13枚目、血液型 A 型、双子座。幼い頃から相撲を始め、中学3年の夏には、時津風部屋に体験入門。その縁で、 中学卒業と同時に時津風部屋に入門した。1995年3月場所に初土俵を踏んだ。初土俵から2年半で幕下に昇進。この頃から期待のホープとして将来を植望された。しかし、小兵であったためなかなか力を発揮することができず、幕下上位で苦労した。体重もだんだん増えだし、2003年には、 幕下上位でも安定した成績を残せるようになった。首の怪我の影響で幕下界に番付を落としたが、2004年7月場所に幕下優勝を果たした。2004年9月場所には東幕下2枚目まで番付を上げ、5勝2敗と勝ち越し、翌11月場所には重量に昇進した。月押し相撲で期待されたが6勝9敗と負け越し、1場所で幕下に陥落した。 2008年2月29日、時津風部屋力士暴行死事件の障害致死容疑で書類送検され、3月6日に春場所の出場停止処分を受けたが、不起訴処分となった。最後の本場所となった2013年9月場所は、東幕下50枚目の地位で5勝2敗の成績を残し、優秀の美を飾る形で引退した。今後は、浜松市内のちゃんこ店で修行し、 新潟市内の実家の飲食店を引き継ぐ予定だという。断髪式は10月6日に、東京、両国の料理店で行う模様である。元両と豊野国が、引退届提出3スポ、コム2013年10月2日、豊の国引退表明、悔いはないです10.6断髪式、スポニチャネックス9月29日7時0分配信。ありがとうございます。